こんばんは。そう、福岡は2日間なんだ。どちらもちかっぱ祭の同じ主催のフェスです。明日も頑張りたいと思います。こんばんは。ちょっとギフトを遡るね。いっちゃんお疲れ、しんじさんお疲れ、陣内さんお疲れ、おたけさんバラ、いっちゃんお断りです。陣内さん、しんいちさん、おだしさん、マシュマロ、ルースさんハート、しんいちさんハートスティック、マウナさんハートスティック、カズヤさんありがとうスタンプ、こちらこそです。しそうのおろさんお疲れ、いっちゃんハイトありがとう、コウジさんマシュマロとハート、おみかんさんお疲れありがとう、サワッチャさんお疲れ、ターサクさんお断り、ブヤッキーさんお疲れ、ラクさんお疲れ、白熊さんハートスティック、クアドリさん、チンさん、クックさん、マシュマロ、ワウワウさんお疲れ、コウさんお疲れありがとう、カンさん、ダーソクさん、スケオさん、コウさん、マシュマロありがとう、ぼんやりさんお疲れ、マルさん、ダルマとハート、ひーちゃん推しハートありがとう、いっちゃんレインボースター、スケオさん、なんだっけこれ、キューピッドハートスティック、陣内さんハートスティックありがとう、アルテミスさん、しんちゃんさん、さよっちょさん、まるさん、さとこさん、マシュマロありがとう、ひろし BKK さん、ラストワンさん、おたけさんハート、しんいちさんハートスティックありがとう、みぎたぴぽさん、しんちゃんさん、スタメンさん、ぶんさん、選手の妻さん、たかしんさんありがとうございます、カツオさん、クマちゃん、ありがとう。間違ってなかった。クマちゃんとレインボースターとくれてました。ありがとうございます、どちらも。ヒロシ BKK さん、ファイト、ありがとう。メロンのそこさん、ファイト、ありがとう。どこまで読めてる？あ、タコもくださってる。カツオさん、タコも、タコとクマとレインボースターとありがとうございます。スリーサルさん、PD マンさん、シンイチさん、ハート、ありがとう。あれ全然読めてないパズ、頑張って追いつくね。レネさん、ハートスティック、フィリップさん、ひどっちさん、メロンのあさこさん、そらそやかさん、こじやすさん、いっちゃん、やまさんありがとう、森県銀河さん、シェンさん、台湾ジョジョさん、ラブレター、としやさん、バラありがとう、さんちゃんだよ、はるさん、みふねさん、りこさん、マイケルさん、アッシーさん、時すでにお寿司さん、もっくん、メロンのあそこさん、ありがとう。マー君お断りです。しんいちさんお断りです。やすべえさん、めっちゃきのこさん、みつさん、やすべえさん、マポスさん、お疲れありがとう。ありがとう。こうさんお断り。ご主人様お断り。陣内さん、やまさん、ハートスティックありがとう。ぜーたん、かわいいありがとう。こんばんは。今日はね、今日の服はソラハさんのお下がりニットを着ています。お下がりニットできました。なんか色味わかりにくいけど、なんかいろんな綿あめみたいなほわほわした色のニットお下がりでもらいました。パセリ推し結構いた？その中の一人じゃないですか。ありがとうございました。パセリコールもありがとうございます。本当に嬉しいです。やっぱりフェスとかって他のアイドルさんのファンの方が多いので、パセのファンの方とか STU のファンの方がね、曲にノリノリでペンライト振ってくれたりするとホッとします。ありがとうございます。本当に BD マンさん、歯車ありがとう、ジャパングさん、マシュマロありがとう、ハートスティックもありがとう。そう、今日無謀があったよ、無謀がありましたです。カメさん、キューピッドクマちゃんありがとう、スプマンテさん、マシュマロありがとう、コカジアさん、マシュマロありがとう。なんか今日ね、福岡やばいらしいんです。福岡はもう HKT さんのコンサート
みくりんさんの卒業コンサートもあるんだけど、いろんなライブが今日一気に合ってるんだって、いろんな場所で。でね、もうね、博多駅もとんでもない人の数で、博多駅のタクシー乗り場とかもうね、すっごい行列だったし、で今日のゼップ福岡っていう会場がドームの横だったんですけど、もうドームの前もすごい人だし、ドームの道、ドームからその最寄りの地下鉄までの道全部人で埋まってて、お祭りかと思うぐらいね、すごかった。そうなの。だから今日会場に来てくださった方が無事に帰れたのかが心配でした。でもコメントしてくださってる方いるから無事に帰れたかな。ホテルとかお家とか元気ですか皆さん。マーシーお断りです。ココジアさんハート、ペネロペゴツンさんハートスティック、ホタテ様バラありがとう、カッパマキさんハート、ポケットからヘリコプターさんマシュマロありがとう、マクールさんマシュマロ、はじめだよさんファイトありがとう、応援してくれてる、頑張ります、負けないぞ。土屋さんハートスティック、マポスさんなんか可愛い猫ちゃんのタワーありがとうございます、ハートのキラキラの可愛い猫ちゃん、キャワキャワ、こんばんは、わーい。ちょっと今ホテルだから髪に付いちゃおう。可愛いこの猫、これもホワイトデーのやつ、なんていう名前のやつ、福岡のご飯食べれました、餃子食べました、餃子餃子食べたよ、餃子。だから明日ね、臭くならないか心配だったけど、ニンニクは入ってなかったから安心です。いや待って、ハートでかすぎてもうハートで埋まっちゃった。カツオさん花束、おみかんさんマシュマロ、カツオさん小判、スタメンさんレインボースター、レネさんヤスさんマシュマロありがとうございます。餃子なんかね、餃子鉄鍋餃子が有名らしいけど、今日食べたのは鉄鍋餃子じゃない鉄鍋餃子じゃない餃子を食べました。しかも広島にあるお店で食べました広島にもある店で食べたから、まあ福岡グルメかと言われたらちょっと微妙なところではありますが、ずっと行きたかったとこだから。え、そうなんですよ、美味しかったよ、ハッピーです。今日はね、九州メンバーだったから初めての組み合わせでした。ミッチー、バラ、シュンさんお疲れ、ヤスベイさん、レインボースターありがとうございます、ガードイさん、レインボースターありがとう、ヤハヤハさん、ハートスティックありがとう、こんばんは、ハッピーハッピーハッピーだよ。みんな多分さ昨日の今日だから心配して配信見に来てくださってる方もいるかもだけど、何ですかね、今のところ元気ですありがとう、本当に心配かけてごめんなさいだよ、本当メールで送ったんですけど、みんなにとってちょっとなんか嫌な気持ちさせちゃったかなと思って。パスは元気だよ、ありがとうね皆さん、みんなのおかげで今日も配信ができているよの気持ち。カツオさんお断りです、かっこ10×10、明石の金爺さんマシュマロありがとうございます、石川先輩ハートありがとう、マリオ2さんハートスティックありがとう、ミュージックショップさんハートスティック、カツオさんだるまありがとう、アンバさんアイスありがとう。本当にもう
皆さんのおかげです。すべてが、もう何もかもが本当にさ、日頃から思ってるけどさ、こういう時によりね、みんな、私みんながいないと思うさ、生きていけないかもしれない。本当に無理かも。だからこれからもよろしくお願いします。みんながいないと私はやっていけないと思った。よろしくね、これからも。新一さん、回復薬ありがとう。みんななんでこんな優しいんだ。なんかね、まあ世の中はいろんな人がいますね。ひかるさん、ハート。リサーチャーさん、マシュマロ。カツオさん、回復薬。新一さん、回復薬。さとこさん、ハートスティック、ありがとう。陣内さん、ラブレター。よしひろさん、マシュマロ、ありがとうございます。ありがとう。今日前髪がさ、伸びすぎてて切らなきゃ、また切って失敗する未来が見えるんだ。ブンさん、ハートスティック。マボスさん、ラブレターありがとう。今タワーの裏書いてるから、ちょっと待ってね。色ペン持ってくればよかった。ニモケンピさん、花束ありがとう。タワーありがとう。こんばんは。ラクさん、ハートスティック。うっかりあんこさん、断りです。レフトさん、ハートスティック。りょうへいさん、お断りです。ありがとうございます。えいちゃん、ハートスティックありがとう。うっかりあんこさん、レインボースターありがとう。全然お疲れのところじゃないから大丈夫ですよ。もうみんなと話したい気持ちでいっぱいだった。お話ししたい気持ちでいたですだよ。沖前公園見れてないよ。見れてないです。後からアーカイブで見ますね。アーカイブで見る。今日は見れなかったよ。今日は移動とフェスだったからね、見えなかったです。でもパネル見ました。沖前さんのパネル見ました。可愛かった。もしかしたらネタバレしないでほしい人いるかも。だからちょっとどんなパネルかは言えないですけど、等身大パネルが可愛かったです。エジリンは、レインボースターありがとう。リアスティさん、ハタありがとう。沖前さん、カズトモさん、マシュマロありがとう。あ、そう、来週の13日のフェスもう出演します。渋谷ラインキューブ渋谷にて行われるフェスに出演いたします。ジャパンアイドルフェスティバルサポーテッドバイカラオケ招き猫ボリューム2です。ボリューム1は16人だったんですけど、今回は6人で2期生で出ます。最近サーカリンとね、フェスに出る機会がとても多いですね。サーカリンとサーヤンはもう一面になってますね、最近のフェスは。今日明日とこの前のバスツアーはサーカリンいて、来週もいる。そう、 NMB さんも出演されます。そうなのよ。リコちゃんもいます。シャコもいるし、みんないます。アイコもいます。でもパンちゃんが今日は愛子がいなくて、来週はそう高崎愛子揃うってとこで
人ね、そう4人だからなかなか揃わなくて、そうなの、楽しみです。嬉しいね、出演できるの。多分パセ推しの方がフェスとかさ、イベントに来てくださるから出れるんだと思うので、皆さんありがとうございます。本当にありがとう。テレパシー待ってます。じゃあ受信モードにしときます。またツアーも始まるからね、ツアーに来てくださいってお知らせ、 ST のツアーありますよってお知らせもフェスでしてこようと思いますので、あの会場来れない方もまたツアーとかでお会いできたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ジロくん、ハート、いっちゃん、マシュマロありがとう、ありがとう。こんばんは、どうもどうもどうも。ジロくん、お疲れ、ありがとう。マミカンさん、ラブレターありがとう。ふくちゃん、お疲れ。渋谷の団長さん、ハットスティックありがとう。渋谷にお邪魔するぜ、ツアーぶりに渋谷に行っちゃうぜ。ツアーね、当ててください。でも今はさ、もうなんかさ、3月4月いろいろイベントが盛りだくさんすぎてね、あのショールームでマイカー公演するっていうのも忘れずにちゃんと覚えてるんですけど、ちょっと今はね、あのどのイベントもいろいろあれバタバタねやってますので、ちょっとレッスン場とかが使える時になっちゃうから、もう少しお待ちください。すいません。西さん、お疲れ。ジロくん、ハートスティックありがとう、ありがとう。そう、今ねスタッフさんもメンバーもいろいろお忙しそうなので、ピョン。3月9日2024年今日は配信が終わったら明日のフェスのやつをやるぞ。もうね、今日と明日の分やったらもうパンクする、やばい混乱すると思ったから、一旦明日の瀬戸利を全部忘れたんですよ。だから、ね、呼び起こししなきゃいけん、もう全部一旦忘れちゃったから。呼び起こすぞ。パッ。ほい。よし。マポスさん、タワーありがとうございます。じゃん。ちょっとホテルなので色ペン使えなくて悲しいですが、とっても可愛い猫ちゃんありがとうございます。お支払来てくれてありがとう。そしてニコニコ見守ってくれてありがとうございました。とても嬉しい気持ちになりました。また会える日まで私も可愛くなれるよう頑張りますので、次会える日まで愛マシマシでよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はチームにゃんこ、こんばんは。
クマのクジャム食べないの？もう食べたの今配信始まる。あのね、配信予約を23時にしたのはチョコモナカジャンボ食べタイムを挟んだからでした。メンバーとご飯行って帰ってきてちょっとチョコモナカジャンボタイムをしました。だからもう今日はおしまいです。食べました。にゃんこにゃんこ、え、今日さあびっくりするぐらいサクサクだったんだけど、え、っていうぐらい過去一サクサクでした。すごいです、ね、優しい声で癒されてます。ありがとう、ありがとうございます。過去一ふにゃふにゃでした。あ、じゃあその分私の方に来たかも、もなかのサクサクがやっぱさ二人で一つってことじゃない。どちらかがしなしなならどちらかがパリパリ。めっちゃ良かったです。今日のジャンボはなかなか良かったです。こんばんは。もうクッキー食べてる気持ちだったもん。歯茎が痛めつけられるぐらいサクサクだった。例えが最悪すぎて。え、私もさっきこぼしたんだよね、机に拭いたけどさ、私もこぼしちゃう。お家で食べるときはもうすぐ洋服汚しちゃうんですよ。だからね、危険です。パリパリだとね落ちてきちゃうか。で、今日眉毛が太いか、太眉毛か、眉毛ちゃん、いて、コウさんハートありがとう。ハートの落書きしました。風船キャワッチいい、ありがとう。なんかさ、なんかみんないつも以上に今日褒めてくれるやん。ハセがへこんでると思ってみんな優しくしてくれる。ありがとう。50代独身さん、ハートスティックありがとう。スタメンさん、マシュマロありがとう。ひーちゃん押しはった、ありがとう。そう、前髪めっちゃ伸びたんですよ。伸び伸びなの、切らんといけん。さとこさん、レインボースターありがとう。加湿器持ってきてない、最近ね使ってないの。今は乾燥中、ずっとカビが怖くて乾燥中。幕張の話会は持ってくよ。やはやはさん、レインボースター。しんいちさん、マシュマロ。やはやはさん、マシュマロもありがとう。いつも普段から言って、あ、本当、あ、本当です。バシの痛み収まった、あ、え、2日ぐらい続いてるよ。バシお疲れ様です。パサも行かなきゃな。いい、絶対痛いじゃん。キムさん、マシュマロありがとう。なんかみんな優しくて、みんな優しくて嬉しい。優しい世界になればいいのに、もっと。しんちゃんさん、マシュマロありがとう。なんかさ、今日さ、そのご飯を食べに行ったとこさ、周りのテーブルとかの感じ見ててさ、いや私一般社会で生きていける自信がないわと思って、なんか周りがなんか多分卒業シーズンだからか、そういう卒業生の集まりとか、なんかそういう感じのお友達の集まりが多かったんですよ、会社員とかより。でさ、そういうの見てさ、あ、私もうメンバーとかとご飯行くのは、あの、最近やっと慣れてきたけど、前までそれも緊張したけど、もう一般社会出てさ、働いたりしてそういう会社の集まりとか出れる自信がないわと思って、前から思ってたけど、そう今日見てより思った、おーってすごいなって。
みんなもよく言うじゃないですか、今日は会社の集まりでとか言ってるじゃん。なんかすごいなって、偉いなと思った。無理だわ。あ、仕事まで緊張してる。本当？そういうもんですか？楽しい？あ、そうなの。来週末は集まり。気をつけて帰ってくるんだよ。遅くなってダメだからね。門限7時ね。夜の。慣れなのか。みんなすごいですね。うまく社会に馴染める自信がない。だからもうメンバーといっぱいお出かけする。こんばんは。なんか今日光の加減で目がうるうるしてるように見えるね。全然うるうるしてないよ。ヨーマイクさん、マシュマロありがとう。若田の頃はいろいろ気を使った。ショールームも気を使ってますか？アイコン変えたり。職場の飲み会お疲れ様です。お帰りなさい。マリオ2さん、マシュマロありがとう。ありがとう。あ、若い頃大変なのか、みんな。そうか、そういうものか。ケロックニさん、マシュマロありがとうございます。マシュマロ、あ、アニメート、そうです、アニメートの STU コラボイベント明日までですので、皆さん悩んでる方はお忘れなく。オンラインショップもありますのでお忘れなく、よろしくお願いします。でもシリアルコードの応募は4月7日までですので、まだあと1ヶ月ありますので、シリアルコードはまだ焦らず大丈夫。でもまだ先やと思って余裕ぶってると大変な目に遭うかもしれません。なのでお早めに。ニシアン、ハートありがとう。ガチ恋ってどう思う？ガチ恋、自分で自分のメンタルをお世話できるんだったらいいと思います。それでアイドル側に何でも面倒をこう見られて、見られろ、見られようみたいな姿勢じゃなければいいと思います。お互いそう、店員さん側はお客様は神様っていうスタンスだけど、お客さん側がそのスタンスで行くのとは違うのと同じで、そういう感じだと面倒、メンタルの面倒を見てもらって当たり前スタンスとかだと難しいかもね。でもガチ恋なのはそれだけ好きってことだからいいと思います。私もガチ恋だった時期があるし、気持ちはわかるから、病むのも仕方がないけど、そう、お互いの思いやりです。そうね、いい距離感がいいと思います。ちょっとね、最近さ、ガチ恋なのか分からんけど、本当にもうパセが面倒見きれないぐらいもう大変でして、そうタイムリーなんだよね。そう、もうね、あちこちでそう止まり始めちゃうと、あっち見てこっち見てってやっちゃうとちょっと目が行き届かないところがありますので、ちょっと各々で頑張ってもらうことは可能でしょうかという気持ちです。
私はあの気にはかけますが、あのあそうモテ期みたいな、でも一旦落ち着いて考えてみましょう、ね、一旦落ち着いてください、冷静にっていう気持ちですよろしいでしょうか。そうです、たくさん目があった気がします。そうだよ気がするだけじゃないよ、合ってるよ、よく会いました。いやセルフケアは大事、そして目が合ってると思ったらもう合ってる、それは実際に合っているので、それでもとてもいい、うん、会ったのに目が合わなかったっていう人とかいるから、合ってますので、合ってるから安心してください。そうです、そうネガティブな気持ちが出ちゃった時に、あのどうにかこう最小限に抑えてもらえると大変ありがたいかもです。あ、2階席もしっかり見えました、ありがとうございました。あのフェスとかだとゆっくりありがとうの時間が取れないから、あのお見送りをしたい気持ちでいっぱいですが、無事に帰れていたら安心です、ありがとうございます。ネガティブになっちゃうと私もネガティブ映っちゃうからさ、最近元気だったけどそういうネガティブな意見見てネガティブになりだしたか、ネガティブムーブが来たの、もうだから私はポジティブでいないと、あ今の卒コンに向けてのさレッスンとかがどんどん始まってるから、ネガティブモードで挑むわけにはいかないので、ちょっとこの時期だけでも皆さんおのおので頑張ってもらえないでしょうかという気持ちでございます。それがツアーとかが落ち着いたらまた大丈夫だけど、ちょっとね、そうおのおので頑張ってもらえたら非常に助かりますの時期です。しんいちさんファイト、ゼータンファイト、ありがとうなんか応援されたので頑張りたいと思います。いやでもさ、そんだけ好きでいてくれるってことじゃないですか。でもなんかそれはとっても嬉しいんだよね。とても嬉しい。なんかその気持ちをさ、ないがしろにしたいわけじゃなくて、ちょっとね、もうちょっとね、よろしくお願いしたいところでございます。周り、自分の世界に入り込まず、ちょっと周りをチェックしてもらえたら助かりますです、よろしくお願いしますです。そう、よろしく。そらそよかさん、ハートありがとう。そうだ、最近はそういうそのパセリのお悩み相談会になっちゃって申し訳ないけど、そういうね、あの昨日の件もそうなんですけど、昨日の件だけじゃなくてそういう面のモヤモヤは最近多くて、配信とかしてない時間もそういうの考えちゃう出て、最近ずっと昼間も夜も寝る前とかずっと考えたりしてて、なんかそう何がベストかなとか、自分は正解じゃないかもなって、こうこの考え方はきっと合ってないのかも、他のアイドルだったらもっと違う風に受け止められたりするのかなとか考えちゃってしまうので、ちょっとね、うん、難しいなぁと5年目にして思っているところです。ふくちゃんアイスありがとう、みんなに笑顔になってほしいから、なんか一人でも悲しいと悲しくなっちゃうというか、私のせいやと思ってしまうので、
と、そう、難しいなと壁にぶち当たっているところでございます。いちるさん、ハート、おみかんさん、アイス、神代さん、回復薬ありがとう。今日無謀のパンちゃんの歌い出しがめっちゃ良かったよね。パンちゃんの歌好きですね、私大好きですね。これからもいっぱい聞きたいですね。マポスさん、アイスありがとう。なんか難しいよ全てが。私が落ち込んでるってよりは他なんか落ち込んでる人が多すぎても手に負えてなくて申し訳ないという気持ちのなの今。私が病んでるとかではないんだけど、めちゃめちゃ元気いっぱいでし、もりもりアイス食べてるんだけど、みんなが元気でいてほしいからどうしたらいいんだろうと思っているという感じです。でもそれを今までさ一人で思ったけど、こうやってみんなにショールームとかで話しちゃいました。話しちゃった、話すつもりなかったのに話しちゃいました。レネさん、歯車、ミスターホワイトさん、マシュマロありがとう。みんなにお悩み相談してもらう。ウィンウィン、ワン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 、ワン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 。一人部屋だよ。一人部屋だった。だからお化け怖い。絵はないから安心です。でも今日は大丈夫、怖かったらパンちゃんの部屋に転がり込めばいい。パンちゃんも迷惑だろうけど、怖いよって言っていけるからいいんだ。テレビは今はあの Wi-Fi の画面みたいなのあるじゃん、テレビつけたら。今それです。今 Wi-Fi のパスワードみたいなの映されてるとこです。今日なんかテレビあんのかな。おしゃれ、間接照明がある。今日テレビなんかあるんですか。みんな土曜日だけどなんかあるかい。ちょっと怖いからつけとこう。やっぱり消音、え、地デジじゃないの。え、テレビどうやってつけるの。うん、なんかある。今日なんかある。あ、ナイトスクープあります。今日ナイトスクープ見よう。今日は怖いから。トゥトゥトゥル。みんな明日ね、明日さ19時からパセリの大好きなテレビがあるので、みんなで見て感想発表会しよう。その番組は劇的ビフォーアフターって言うんですけど、私がちっちゃい頃から大好きで、あの昨日お母さんに教えてもらったの。お母さんと電話してて、日曜日ビフォーアフターあるよって言われて教えてもらったので見たいと思います。録画してきました。一応帰り間に合うか分かんないと思って録画してきた。フルキャパさん、マシュマロありがとう。明日の19時からですね、あるみたいですので。私はテレビをつけて寝るの、ホテルの時は怖いので。テレビ真っ暗だとお化けが出てきそうだから、中から。だからテレビをつけてれば楽しい笑い声とか聞こえてね。でもさ、土日とかは割と夜遅くまで番組あるけど、なんか水曜日とか火曜日とかさ、あんまなかったりするんですよね、平日とか。だからそういう時はテレビショッピングとかつけてます。ずーっと同じ商品流れたりとかしてるやつ見てる。見てはない、聞いてるというか子守歌みたいにして
お化け帽子にしてます。怖いので。水色魂さん、ハートスティック。トシさん、ハートスティック。ミキヤくん、マシュマロありがとう。テレビつけないといけません。待って、あとさ15分ぐらいでショールーム終わる時間なんですよね。無理だ。じゃん。ちょっとみんなと相談会したい。夜遅くまでみんなとさ今後の話とかして語り明かしたいね。みんなは最近何するのが好きですかとか、まあ、そういう話をして。こんばんは。白い光の中に山並みは燃えて。寝なきゃです。めちゃくちゃ眠たいです。今日昼からずっと新幹線で寝れるかと思ったけどさ、広島から福岡って1時間で着くんですよ。だからさ気づいたらもう到着しちゃってなんかさ東京の4時間になれたらさ1時間とかもうすぐ着いちゃうから、寝ようと思った瞬間もう着いちゃう。そう、近い、いや近いようで遠い。なんか大阪ラバーかみたいなこと言っちゃった。大阪ラバーじゃないんですけど、近くて遠いですUSJ 行って私大阪ラバー聞いてジェットコースター乗ります。あれはハリドリのジェットコースターはここから爆音で流れるんですよ、音楽が。でね、そのさ、ここの守ってくれる部分が大きすぎて安心感ある、乗るときだから。ハリ乗りは乗れるけど普通のジェットコースターはちょっと怖いですね。ちょっとね、ここに信用まで置けれないというか、ね、ユニバ行きたいです。イースター、コナンが始まる。そうなんだよね、新幹線あっという間に着くんだよね。すごいよな、ね、なんかストレッチしたくなった。なんかフェスとか終わった後ストレッチする時間ないから体を起こさなきゃ。バキバキになる、体が固まってますよ。バキバキ言ってるね今。さっき夢の国ね、行きたいです。3期生がよく行ってるイメージです。行きたい行きたいよ。もう10年以上行ってない。家族で行ったことしかないですね。名探偵サヤンがコナン見に行きたいらしい。あら、名探偵パセンも見に行きたい。コナン去年一人で行ったんよね。私一人映画デビューしました。コナン一人映画ね、映画館怖くて一人映画無理だったんですけど、去年はコナンが見たすぎて行ったんよ。でもその時は映画館怖いという感情よりも、その時期さちょうど咳が止まらない時期だったのねアレルギーの症状でなんか咳がずっと止まらなくて、映画中に咳の発作が出ないかにずっと怯えてて集中できなかったあ、やばいやばい。映画館満員だったからさ、咳が出始めたらさ出なきゃいけないと思って、せっかく映画館来たのにじゃな。でも大丈夫でした。映画の時間だけ発作止まってたからよかったけど。映画館チュロス派。チュロスがない時はポップコーン頼んだけど、なるべくチュロスがいいです。チュロスはチョコレート味がいいです。いつかの参考にしてください。 T
チュロス、チョコレート味派、ココアとかチョコ、シナモンがね苦手なんですよ。シナモン無理だから、ココアかチョコだと食べれます。よろしく。そう、チュロスです。あ、靴下が脱げちゃった。チュロス、チュロスの穴、チュロスに穴とかあるかい、うん、こういうやつ。こういうおさてぃさん、マシュマロありがとう。私も始まる前に食べ終わるの本当に最悪なんだよ ね。ポップコーンとかだとさ見ながら食べれるけどさ、チュロスはもう予告の時点で食べ終わってるんですよね。本当に我慢できなくて、むしゃ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 食べたら終わっちゃうね。難しいよね、ペース配分ができなくて。チュロス、あ、5本、5本も買ってくれるの。じゃあ3本ぐらい持ち帰ろうかな。てりたまバーガー、みんなてりたまてりたま言う。昨日も今日もてりたま。チュロス来ないの。え、確かにな、確かにね。え、去年はどうだった。でも去年も結構さ、去年はコナンが危機だったもん。コナンが危ない状況。今年はあれですよ、怪盗キッドがメインの映画だから、怪盗キッドと平次さん。そちゃんの好きな平次や。ラーン、怪盗キッドすごいよね。せやかてくど、もうさ STU に入ってからさ、さやかて工藤っていうコンビ名が身近にありすぎてさ、もう何がどっちが正解か分かんなくなっちゃった。さやかて工藤も好きだし、さやかて工藤っていうのは原田さやかちゃんと工藤莉子ちゃんのコンビ名がさやかて工藤っていう名前なんですけど、どっちがどっちか分かんなくなる時がある。今とか今なお。天熱さん、マシュマロありがとう。通勤急行通過駅さん、マシュマロありがとう。さやかてくど、あれも好きですよ。なんだっけ、なんだっけ、トリケラトプス、トリケラトプスっていうユニットが新しくできたらしくて、なんかマネージャーさんにおすすめされたの。マネージャーさんにね、あ、この前工藤莉子の配信見てたら新しいコンビが結成されてて、トリケラトプスっていう3人組なんですけどみたいなでおすすめされました。莉子ちとゆきりかと愛子の3人の、ユニット名トリケラトプスっていう、しかも自己紹介のねポーズみたいなの決まってて高崎愛子から取られてしまいました。愛子が移籍しちゃった、トリケラトプスに。なんかね、リコちゃんいろんな人と組んで、パセリコチでもね、いろんなメンバーと仲いいもん。トリケラトプス、ティラノサウルス、トリケラトプス、なんだこの歌。あ、アイダ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 、一人じゃないんだ君がいるみたいな歌知ってますか。アイダアイダ、どこ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 へ行くみたいなやつ。いやね、そ
そう、私が小学生ぐらいの時にやってた番組の歌。そう、聞いたことない？ちょっと髪の毛ほどいときますね。もう今日みんなみんなってなってから配信終わりたくない気持ちです。でも勝手にあと7分後に切れちゃう。7分経ったら切れます。悲しい悲しいよ。ポジハメさんマシュマロありがとう。アルさんハート、キューさんマシュマロありがとう。シンデレラ、私12時にね消えちゃう。誰かガラスの靴を拾って 24.5 の女を探し出してください。もう困っちゃう。明日ね、明日は何時か14時ぐらいの時間にフェスだから朝は爆睡してそうな予感です爆睡予定。明日の髪の毛はどうしようかな。やりたい髪の毛はあるんですよ。明日できたらいいな。誰とも被らなければそれにします。見て、編み込みほどいたからもうすごいなみなみになっちゃった。こっちもほどこう。そう、ゆっくり寝ます。もやもやせずに寝たいと思います。え、呼ぶ子イカ食べるんですか。いいなぁ、いいな。なみなみになった。ソバージュ、ソバージュ、ソバージュ。明日も元気いっぱい頑張りたいと思います。明日も頑張るぞ。今日はみんなと話してよかったです。最近の私の心の内を話してしまっちゃったけど、最近のそういう感じでした。最初の方のイントネーションどっちだったっけどっちだったっけ、ソバージュ、ソバージュ、どっち、どっちだろう。ギリタンショウさん、ハートありがとう。しんいちさん、誰もありがとう。うん、ソバージュ、どっち？最初？ソバージュですか？ソバージュね。分かった、覚えるね。ソバージュ。キョンシュさん、ハートスティックありがとう。忘れっぽいマッチさん、バラありがとう。チョコラブさん、ハートスティックありがとう。ソバージュ、ソバージュ。イチルさん、マシュマロ、ラクさん、ダルマ、ミキヤくん、バラありがとう。そう、今はもうお腹いっぱいだから珍しく今日さ、いつもお腹ペコペコだからさ、食べ物の話ばっかりするじゃないですか。でも今日はもうお腹いっぱいだから、もうお腹いっぱいだからもう全然飯通路しなかった。ショールームで珍しくいっぱい食べたんですよ。餃子とチャーハンと、あと焼き餃子、水餃子、チャーハン、あとね、唐揚げとかを分け合いっこして食べたいよ。今日一番美味しかったのは中華クラゲみたいなやつが美味しかったです。コリコリしてました。
中華クラゲ、クラゲ中華みたいなやつ食べて美味しかったです。満腹です。明日ただむくんでるから朝からマッサージ頑張ります。中華クラゲか、そう、あのね、もう 2,3 年前ぐらいにみほりんがおすすめしてくれた餃子屋さんに行ったの。え、もうある時間、あと2分だ、男女読まなきゃだ。313お断りです。のぶろうさんハートありがとう。やばい、男女タイムでした。いきます。13位スケオさん、12位もけんぴさん、11位クアドリさん、10位陣内さん、9位レネさん、8位おみかんさん、7位しんちゃんさん、6位いっちゃん、5位しんいちさん、4位かめさん、3位やすべえさん、2位かつおさん、1位まぽすさん、ありがとうございます。あー終わっちゃう、あと1分で終わっちゃう。ほらあと1分よ、ほぼ1分と10秒、1分と7秒、1分と5秒です。おやすみなさい、ありがとうございました皆さん。眠たくなっちゃった。お風呂頑張りましょう。おやすみなさい。また明日。バイバーイ。